今回紹介するスレはこちら。少数派だけど、俺は神職が一番好きだ。いいよね。少数派なの？四強の一角じゃなくて？一番新しくて一番古いカップリングだからな。普通に公式的にインデックス、ミサカ、食宝、オテヌスはメインの4人として扱ってるし、少数派でもねえぞ。魔術と科学、旧約と新約からそれぞれ2人ずつなの収まり良くていいよね。確かに。サイコさんのインデックス、ミサカと並べる食宝、オテヌスすごいな。オテヌスなんて新約からの新参なのに完全に馴染んでるよな。もう旧約読んでると上条さんの横にオテヌスいないのに違和感すら覚えるようになった。上条さんが最初から頼りにする立ち位置、常に上条さんと一緒にいてもおかしくない立場、科学と魔術の両方に精通した知識量、上条さんの情報処理を邪魔しないサイズ、そして上条さんへの圧倒的理解度、あらゆる要素が上条さんとの噛み合いが良すぎるんだ。レッサーとバードウェイ格落ちしたか？もともとその4人に並べるほど内輪じゃなかったやろ。せめていつは、学園都市内にいなきゃ、土俵に立てないからな。バードウェイはともかくレッサーってヒロインなの？実は上条さんは食宝岬に関する記憶はあるんだ。その記憶の呼び出し経路が破損しているだけなんだ。ちなみになぜか創薬に噛んで食宝を見て即座に中学生だと判断しているシーンがあるけど伏線だったりするんだろうか。わしも好きじゃ。新薬16巻で嬉しそうに腕組んでたのいいよね。明らかにトップ争いしているカップリングだと思うんですけど、きちんと記憶できるようになった途端、優勝候補に躍り出る逸材なんですが、それは新薬11巻最高なんだ。リバースの一件で評価下がってる人がいて悲しかったわ。あの巻のあれは残酷な出来事だった。いろんな意味でひどい関係ではある。記憶戻らなくていいから記憶できるようにしてやってくれ。カマチーに好かれすぎてついつい殺されそうになるぐらいだからね。すげえのは一生使ったオテヌスの直後に触法出して両方ヒロインとして認められるとこだよ。一応触法は新薬11巻やる前にもレールガンとか新薬7巻である程度活躍して上条さんとの関係性も示唆してたからね。受け入れられる土壌はすでにあった。大好きだぞ。少数派。少数派っていうのは上条かける吹き寄せ、上条かけるオルソラが好きな自分みたいなのを言うのだ。神オルはわかるけど神寄せってそこまで少数なのか。上条かける黒夜とか好きなんだ。なんなら存在自体は旧約一巻から語られてるんだ。そりゃ上位勢だよ。むしろオテヌスがおかしいんだよ。読めば納得だけどさ、逆にソウタイちゃんは別方向で強すぎるので、俺は吹き寄せみたいなやつとくっついた方がいいと思いますよ。神安静よ、できそうでできない感じ。インデックスが消えたら生きていけないのが上条さんやし。で、結局誰と結婚するの？わからない。ただどう転んでもオテヌスは上条さんの右肩にいるし、上条さんはインちゃんを離そうとしないだろうし、食宝さんは奇跡を願い続けて、ミコトはビリビリしてるよ。インデックス、ミサカ、オテヌス、食宝で世間話とかする日とかスピンオフでもいいから来てほしい。雲川先輩は少数派じゃないよね？中派閥くらいあるよね？そもそもその人自体の影が、逸話は旧約終盤ですでに若干フェードアウト気味だったというか、アックア戦あたりまでは存在感あったんだけども、その後がね。逸話はそのアックア戦の時点で前半は上条さんへのヤンデレ路線だったけど、後半は姉ちんへの思いの方が強くなったからな。盾宮さん相手なら気安くぶん殴って主導権握ることができるけど、姉ちん参加になったら姉ちんの意向を最優先するモブの立ち位置に戻っちゃうから。盾宮さんを真剣白羽取りで真っ二つにしてから長らく出番なかったからね。新約に、新約21は遠いってやっぱり。ところで、一致の画像ってどこにあったやつ？多分これだと思う。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。